こんばんは。平井ひろあきです。今回はですね、リクエスト動画を含め右手の押し込みと右手使ってくれって僕ずっと言ってました。でも具体的な右手の使い方は言ってなかったんで、その2本を今日動画にしていきたいと思います。なんか水が大事。水がそもそもこれダメだね。撮ってるともう雨すぎてどんどん。いや、今日はそういう感じで。その右手のまず押し込みをやっていきたいと思います。で、押し込み方、形をやったらいいのかな、どうやって押し込むかっていうリクエストだったんですけど、押し込みって何なの、ボールを押し込むんだよね、こうやってまんまだね。普通に打つとこうやってこのままヘッドを出すだけなの。これ押し込んでない、押し込みってこっからこうやってこうやって左下にこうこうやって押し込んでいく、ここと、そう、ここの差、こうやって押し込むね、こうやってこれ押し込んでる、こうやって普通に打ったらこのまま上がる一方でしょ。なるべくインパクト後に底辺を左に長く長く長くこうやってフェースローテーションしながら遠くにこうやって持ってくる、これが押し込みや。え、それやるとどんな効果が、かっこいい、うん、かっこいい、かっこいいのとどやれるのと、そうなんだ、うん、押し込めてるぜ俺みたいな俺押し込まないから分かんないけど、分かんないんだよ、うん、押し込み方は知ってるけど押し込みを常にやらないから、なんか低い球でそんな感じするんで、そうそう、球はね上がらない、上がる理論じゃない、中弾道で強めの弾道でちょっとラインを出すに近いような打ち方だよね。あ、そうなんだ、そういう時にじゃあ使う技なわけだ、うんうん、だと思う。どういう用途で使うかはもちろんその方によって違うだろうけど、これね押し込みってね普通に打つフォローするって、もちろんボールが最下点でそこからこうやって上がっていくじゃない、ここか、さっきも言ったけどここか最下点を伸ばしてずっとこうやってフォローを出すかっていう差になっちゃうけど、動かし方、形でやるよ、こうやってダウンスイングからこうやって持ってくるじゃない、こっからこうやって持って、これ押し込みね、普通に打つときはこっからこのままこうやって上がる、これぐらいだよね押し込みって、ね、だから押し込み方知ってれば別にあと何も説明いらないって感じなんだよ。それをあとやるかやらないかだから、注意点とかは球上がんないのだけ気をつけてもらって、あとなんだろうな、あれ右手の押し込みと何て言ったっけ、右手の使い方、使い方、そう、右手使えって言ってるけどどうやって使うのっていう、それやろうか、そっちの方がいいね多分ね、うん、それも押し込みと同じような感じだから似たような感じ、インパクト全部ってことそう、散々そのワンナップゴルフで右手使って打ってくださいって言ってきたけど、そもそも右手使ってどうやって動くかって言ったら、トップ作ってこっからもう左手で引きつけて下ろすっていうよりは、もうこっから右手を使ってボールにこうやってこうやって向かわせるのよ、こうやって、だからトップから一回もこうやって曲がらないんだよね。どっちかっていうとトップからインパクトにかけて伸びながら最後伸びるって感じなの。こうは使わないで、こっからここに伸びれば戻るでしょっていう感じなの。トップ作ってこうやって伸ばしていく、この感じが結構あるのが、こっからボールに行くにつれてだんだんこうやって右肘がこうやって曲がる、これが良くない、それ右手使えてないから、てか左手こうやって引いてるから右が伸びないから、右を使うって言ったらこのまま伸ばすじゃない、ボールに向かってトップ作ってからこっからボールに伸びきる、伸びきらせてそっからそのまま伸びたままフィニッシュを取るっていう意識。そうだね、うん、だからその説明するまでもないんだけど、そうだね、うん、でも例えばどうやってインパクトゼロやるんですかとか、右手はどうやって使うんですかっていう意見が結構多かったのね、レッスンやってても使うんですよって感じなの本当に人によって違う、人によって違うと思う。あとは、うん、使ってますが使えてない、結構レッスンでも多いんだけど、うん、右手使って打ってくださいねって、分かりました、じゃあ右手使いますまではいいんだけど、実際それで打ったら 8-2 で左なのね。それでも右手使うって宣言しながら 8-2 で左なの、それぐらい右手を使えてないの。打席で先ほどレッスンした方も同じだったんだけど、左手をやっぱり引いちゃうんだよね。だけど右手使ってください、右手使ってくださいってどん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 右手使わして、もっとです、もっとですって言ったらどん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 球が良くなっちゃうの。え、こんな使っていいんですかっていうぐらい、それぐらい右手が使えてなかった。それを完全に右手使ってもらったら、もうやっぱりそのご褒美として相当な球が出るわけで、スイングは普通だし、こうなってないし、もういたって別に普通の見た目、ただ本人の感覚が今まで左だったから右にスイッチした、だからその違和感だけはあるけど、でも球質、スイング、リズム、
はもうめちゃくちゃいいわけよ。それが答えだもんね。それが答え。自分の違和感も答えじゃない。そう。そうなの。結果じゃない。それがね、右手を使って相当なボール、今さっきのお客さん打ってもらったけど、やっぱ一番効果があったかもしれない。それぐらいすごい変わった。だからそのこんなに使っていいんだろうかっていう考えもあるかもしれないね。ああ、まあそうだけどね。ああ、でも相当使うってことを分かってもらえれば、使いすぎがないっていう。ああ、まあそう。ああ、その中でも使いすぎはあるけど、その使いすぎは何って言ったら下半身使ってる人。ああ。下半身使ってて右手使ったらとんでもないことになるから。どうなの？ダフリー、シャンク、いろいろ出る。出る。めっちゃ出る。だからその方は上半身と下半身の度合いが上が8で下が2にしてもらったの、うん、最初逆ぐらいだったの、うん、下8の上2ぐらい、うん、で上を完璧に勝たせてあげて、その代わり上がじゃあ勝ってきたらどんどん右手使ってってさ、どんどん良くなるだけなの。そういうスイングをやってもらった。だけど見た目はこれぐらい、全然普通でしょ。じゃないの、うん、そうで、しかも上が8の感じしないじゃん、バランスいい感じでしょ。それぐらい下が余計なことをしてるってことだ。だから動画を撮って、あ、見てもらって、どうですか？上だけこうやってやってますって言ったら、全然やってないって。そら、そうですよねって。そんな打ち方最初から教えないから、それぐらい全然違かった。そう、だから率先して下を使っちゃうと、それなりに難しくなるし、変な球も出る。それは出るよねっていう感じの、やっぱり下が立つとね。だから右手を使ってインパクト、フォローの位置ももちろん大事なんだけど、ちゃんとボールに向かって右手を押し込んであげて使ってあげられれば、やっぱいい球出るの。でも右脇がこうやって締まって出そうとしてんのに出ない状況を作ってたら、それはギャップが生まれるじゃない。だからそれでミスを打ってるから。確かにそこを締めたら右手使えない。使えない。でそれ左手リードだったとしても、やっぱり体が相当回転してないと右脇を締めてこうやって近づけたら、やっぱヘッドが出ないからね。そうするとそもそも当たらないじゃん。だからそれがなくしてあげただけで相当球は変わるんだよね。その動きに気をつけてもらって練習した方がいいよね。あれだよね、左手リードって言ったけど、リードするだけであってボール左手ですってわけじゃないから、ね、そう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 、そうなんだね。そこもだからちょっと勘違いしてる場合もあるからね。そうだよね、うん、全部左手みたいな。そう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 、全部じゃないよね。リードしてるだけだから、ね、そうだから押し感だったりクラブヘッドを動かす作業っていうのは右でやってあげた方がいいから、じゃないといい球がねなかなか出てこないんだよね。本当にクラブを戻すために何をするかを考えた時に、一番シンプルなのはどっちかっていうのを自分で判断してもらった方がいいかもね。それはもちろん左手の人もいてもいいよ、右もいてもいいし、クラブが戻らないんだったらやめた方がいいっていうだけで、どっちの方がヘッドが動いてるかって。そう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 、戻しやすいかだよね、うん、それをちゃんと自分で両方使って動かしやすい方を判断してもらった。押し込みとか右手の使い方ってあるけど、結果的にはやっぱり押し込みはそれぞれ自由だし、押し込んだところでどうなるかっていうのをご本人が分かってればいいことだから、さっきやった形だけちょっと真似して動いてもらった方がいいんだよね。その詳しくっていう感じの理論じゃないからさ、右手の使い方っていうのは結局使い方が大事なんじゃなくて、戻せてるかどうかが大事だから、戻せてる動きが自分で分かってれば何でもいいって感じなんだよね。だから使い方は人それぞれあるから、こう戻すのかとか前も動画で言ったけど、クラブの戻ってることを最優先として考えてもらった方がいいですね。今回は右手の押し込みとですね、右手の使い方について動画を撮っていきましたが、それぞれ本当にやり方が違うので、ご自身のやりやすいやり方を見つけていただいた方がいいと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。